はい、今回茨城ボディービル選手権に参加された皆様、まあ、フィジーク、まあ、出た皆様ね、まあ、僕その、今回カメラマンとか手配したりとか、まあ、いろいろ やってはいたんだけど、その、まあ、詳細を、まあ、概要欄の方に、まあ、概要欄っていうのかな、俺よく YouTube 詳しくねえから、まあ、そこに貼ってあるんで、まあね、もしよければね、そういうのを、まあ、ダウンロードしてもらって、まあ、SNS に、上げてもらって構わないので、よろしくお願いします。で、ね、僕自身も本当に今回は、まあ、去年ね、自分が優勝した大会でやっぱり優勝カップが本当に壊れてたりとか、壊れたまま贈呈されて、まあ、そういうじゃあそこで、まあ、写真をじゃあ最後みんなで写真撮りますってなった時に、カメラマンがいなくて、僕自身は本当にやっと本当に6年かかって撮った大会で、優勝したのにもかかわらず、もう本当にやっぱりこう地方っていろんな、ね、大会あるけど、まあ、もちろん東京選手権もそうだし、地方選手権、地方大会っていうのは、ね、東京選手権も含まれるし、ね、まあ、神奈川だったりいろんなこう、大会ってあるんだけど、やっぱり選手にとっては特別だと思うし、その県でチャンピオンになるってことは、まあ、一生つきまとう一生ものだと思ってる、どんな大会よりも、うん、まあね、優勝して次の大会にどんどんステップアップしていくのか、そこでボディービルをやめるのか、まあ、どんな選択でもいいんだけど、やっぱり それっていうのはね、まあ、僕たまたま今茨城に住んでるから、ミスター茨城ね、そこでチャンピオンになるっていうのはすごく特別なものだと思う。俺はそう思ってる。それを思って、それだけのために僕は、一生懸命ボディービルを頑張ってきた。なんでやっぱりそういう特別な気持ちを持ってる以上、やっぱりこう、ね、壊れた優勝カップを贈呈されたりだとか、写真がね、こう綺麗な写真が残ってないかったっていうのは、まあ、僕自身すごく悔しかった、すごく悔しかった、ものすごく悔しかったですね。なんで、まあ、今年は本当に優勝カップとかそういうね、全チャンピオンとして、まあやっぱり引き継がなくちゃいけない、そういうね、まあ、義務が、まあ、あったんで、まあ、やっぱり優勝カップをね、しっかり新調して直してというか、まあ、連盟にも言ったし、それで、ね、新しいものが、贈呈されて、こう今のチャンピオンに渡った。ただ僕自身はこう連盟といろいろ揉めたりもしたので、ポスターの写真をね、私の写真を使うって最初言ってくれたんだけど、やっぱり使わないとか、まあ僕自身こう郵送で送るしかなくて、やっぱ現像して郵送してっていう、そういういろいろね、まあそういうメールっていう、そういうなんていうのかな、時代のこう文明の利器っていうのがやっぱない連盟なので、どうしてもそこら辺の手間だったり、もうじゃあ使わないんだったら、僕の写真をポスターに使わないんだったら、もう僕もね、じゃあもう優勝カップね、当日に返すのももういいかなと思って、うん、だから俺はもうそこで判断して、優勝カップをもう事前に連盟に返しました。で、それに対しては、まあ、選手に対しては、その当日に優勝カップを本当は返すべきで、やっぱり去年も本当に壊れた状態でね、優勝カップが俺に渡ってきたから、やっぱり、その選手が責任を持って当日に返すっていうのが、やっぱり壊れてないですよって、しっかり無事に優勝カップね、戻しましたよっていう意味合いでは、お客さんの前でしっかり返すっていうのが、僕は義務だと思ってる。ただ僕はそれが、もう本当にもういろいろ疲れ果てて、もうできなかった。うん。それだったらもう僕の、意思っていうのがあるから、どうしても。優勝カップは返せないけど、返せないし、もう事前に返したし、やっぱりジャパンオープンとか、日本クラシックボディービル選手権っていうのがその
同日に開催されるから、僕はそこを狙っていこうと思った。そのタイトルっていうか、こう、日本、そういう日本選手権で、やっぱりこう、結果を出したいなって思った。もう茨城にもう関わるんじゃなくて。そう思って、あの茨城の、開催当日に優勝カップは返すことはしなかった。もう事前に茨城連盟に返却した。そこはね、なんかね、ちょっとね、僕も、なんだろうな、僕としてもちょっと申し訳なかったなっていう、のはあります。本当にね。チャンピオンとしてなんかそういうこと、そういう責任っていうのを放棄したっていうのは申し訳なかったなと思ってます。ただね、僕自身、それはしたけど、次のチャンピオンにしっかりこう鼻向けというか、しっかりね引き継ぎはしたかったんで、せめてものこうチャンピオンになった時にいい写真が残るように、カメラマンを手配したり、SNS で呼びかけたりとか、ものすごくやってきました。なんでね、僕自身がもし、僕自身はこの今こうやってやってきたことに対しては、僕は間違ってないと思ってます。はい。もう誰に何を言われようと、僕は僕の中のこう、責任感っていうか、そういう義務は果たしたと思ってます。はい。ね、それでね、じゃあ、何を勝手なことやってるんだってね、連盟から言われたとしても、いや、そんな、それを言われる、まあ、義務はないし、それ言われる筋合いもないし、僕は本当に去年、とても悔しい思いをして、そういう気持ちがあったからこそ、そこにこうものすごく力を入れた。そこの足りない部分に、連盟の足りない部分に力を入れたし、ね、去年戦った選手っていうのは僕からしたら仲間だし、その仲間がね、まあもう優勝するんであればね、そこの花道を作ってあげたかった。ただそれだけのこと。だから今年優勝した選手は本当にラッキーだったと思う。本当にラッキーだったと思う。だっていい写真すごい手に入ってるし、優勝カップだって、俺が壊れたまんま、連盟に返却することだって可能だったけど、俺はバシッともう本当に言ったから。だからこう、あんな綺麗にね、なったし、だからそこら辺はまあ、俺は本当にそこの義務は果たしてると思うし、そうだね。そういう感じだし、なんでね、まあいろいろあったんだけど、僕はもうこれでね、関わることは連盟に対して、もうそのこの茨城の選手に対してこう関わるっていうことはもうこれでおしまい。僕は、まあ、ここからもう他の大会、自分自身の大会に集中していく、まあ、そういう感じでね、あとはもうね、もう茨城の選手がもう団結するなり、もうこっからもう若い選手が作っていく、そうね、そういう時代だから、そういう感じで、ね、まあ今年の写真、いい写真すごいいっぱい撮れてるから、ね、皆さんね、ダウンロードなりして、まあ SNS とかね上げてくれたらと思ってます。はい。まあそんな感じですね。はい。では